丸光。株式会社丸光は、かつて、宮城県仙台市を本拠として、福島県、岩手県、青森県にも展開していた、日本の百貨店である。現在の桜や百貨店のルーツの一つにあたる。福島県岩城郡平町、現在の岩城市出身の佐々木光雄が、仙台駅前の仙台空襲の焼け跡に建てた平屋。 バラック建ての建物に1946年昭和21年6月1日に丸密合名会社として雑貨店を開いて、マウみでプット、ストアの文字を掲げて営業を開始したのが始まりである。1953年昭和28年10月に百貨店としての営業を開始し、 増築工事中の1956年、昭和31年5月5日に火災が発生して、新幹北側階段を通じて延焼して、延べ床面積5141メートルのうち2397メートルが消失するなど災難に見舞われながらも1957年、昭和32年10月に増築工事を完成させるなど増築を進め、1965年、 昭和40年には売り場面積1万1317メートルで地元の老舗百貨店藤崎の9910メートルや東京資本の老舗百貨店三越仙台店の8928メートルを上回る仙台最大の売り場面積を誇る百貨店都市売上高も42.3億円を上げて三越仙台店の41.5億円を上回って 藤崎の43.4億円を少し下回る二位となるなど先行していたしにせ百貨店2点に追いついて三つ、もへの激しい競争を繰り広げた。その後も1972年、昭和47年11月などに増床を行って、競合する藤崎や三越の増床などに対抗した。こうした仙台店の拡張の一方で百五十五年、昭和三十年に、 宮城県石巻市に石巻店を開店させたのを皮切りに大天下を進め、1964年昭和39年12月20日に、岩手県釜石市に釜石店を開店、1966年昭和41年6月10日に、宮城県気仙沼市に気仙沼店、1967年昭和42年12月14日に、 福島県郡山市に郡山店、1968年昭和43年6月28日に青森県八戸市に八戸店と相次いで出店し、青森県、岩手県、宮城県、福島県の東北4県に6店舗を構える百貨店チェーンに成長させた。1957年昭和32年には丸光食品センターを 設立、1958年、昭和33年7月には、東一番町の東と丸光の光をとって投稿に名称変更し、1963年、昭和38年6月には、セルフサービス型に切り替えるとともに署名を投稿、後の投稿チェーンと改め、総合スーパーの運営に乗り出した。また、 丸三食品センター設立と同年の1957年、昭和32年12月には不動産会社、丸三株会社を設立し、1958年、昭和33年11月には、第1ビル株式会社に称号を変更して、オフィス、商業ビル、第1ビルを建設、運営したなど、関連企業を設立するなど、事業の多角化も並行して進められた。 1963年、昭和38年に、長崎や仙台店を皮切りに、当店の店舗と競合する全国展開する大手資本との競争が始まり、1969年、昭和44年に、伊東洋華道氷山店、1970年、昭和45年11月6日に、長崎屋八戸店、1971年、昭和46年10月7日に、 日井八戸ショッピングプラザ、1975年、昭和50年に、ジャスコ仙台店、後の仙台フォーラスト、大英仙台店、西友ストア郡山店、後の西友郡山西部店、丸井郡山店、大英郡山店などの出店が、相次いで競争が激化した。こうした競争環境の変化に対応するため、1978年、 昭和53年3月18日に日位の支援を受けて金町、武田百貨店、山田百貨店、市村、小宮と共に株式会社百貨店連合を設立して、同年4月同社と経営管理に関する業務委託契約を締結して、業務を委ね、1980年、昭和55年に郡山店を閉店して撤退した。1982年、 昭和57年3月に商備屋と合併して、株式会社丸三商備屋を設立したため、この時点で企業としての丸三の歴史に終止符を打つことになった。そして、同年9月に株式会社百貨店連合が、武田山田百貨店や丸三商備屋と合併して、社名から丸三の名が消えることになった。この経営統合の際に、釜石店は、 東北日異に引き継がれて総合スーパーへ、業態変更して、東北日異構え支店として営業することになった。1985年、昭和60年3月に、百貨店連合から、株式会社ダックシティに社名が変更され、店名がダックシティ丸ツとなり、1990年、平成2年のマイカルビブレ事業本部と、業務提携に伴い、1991年、 平成3年10月に店名を、ビブレ、ビブレに変更したため店名を含む丸つとして、歴史に終止符を打つことになった。以降、丸つの流れを組む、百貨店については、カキを参照。カキ店舗については、それぞれのリンク先を参照。1964年、昭和39年12月20日に、岩手県釜石市に開店した宮城県外発の、 百貨店の支店で、従来からあった、地場資本の百貨店及び、新と共に、釜石製鉄所を中心に栄える鉄の町を代表する百貨店として営業した。百貨店連合に、丸光が合併された後、東北日井に引き継がれて総合スーパーへ、業態変更して、東北日井釜石店として営業したが2002年、平成14年5月31日に閉店した。 店舗後は取り壊されて空地となっていたが、2017年に釜石市民ホールが完成する予定である。郡山商工会議所に設置された百貨店法による商業活動調整協議会で揉め続けたものの、1967年、昭和42年12月14日に市内初の都市型百貨店として福島県郡山市に開店した。1975年、 昭和50年に西友ストア氷山店、後の西友氷山西部店、秋氷山、丸井氷山店、大英氷山店、後にトポス氷山店となり、撤退など大手資本の店舗が進出して競争が激化。その影響で売上も、1975年、昭和50年には50億円を記録したが、1978年、 昭和53年には30億円に落ち込んだこともあり、1980年昭和55年1月15日に撤退。閉店後、建物は朝日生命が買収し、朝日生命郡山センタービルとなった。その後、ビルは朝日生命からエリート、不動産業2条とされ、エリート42ビルとして、居酒屋などが入居していたが、2017年、 平成29年2月に同年中に閉鎖して解体することが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。